安倍博之は日本の政治家、東京都多摩市長、東京都小金井市生まれ、日本大学法学部新聞学科卒業。1979年に日本新聞協会に就職。2002年3月4日、多摩市長の鈴木国彦が辞職。これに伴って4月21日に行われた市長選挙に、 民主党の推薦と社民党の支持を受けて出馬するも、時点で落選。2009年、日本新聞協会の事務局次長兼経営業務部長に就任。多摩第二小学校 p t a 会長や、多摩市青少年問題協議会、第二地区委員会会長、内閣府に設置された、少子会の対応を考える有識者会議員や、男女とも同産が推進連携会議議員などを務めた。 2010年4月、民主、共産、社民、ネットの推薦を受けて、多摩市長選挙に立候補し初当選を果たした。革新系首長の誕生は、多摩市においては、前身の町村時代を含めても、史上初である。多摩市議会では、日本共産党が与党勢力に加わっているが、一部を除き保守警戒派、議員も、予算案や条例案などに賛成する傾向にある。 2013年12月の記者会見で人気満了に伴い実施される市長選に再選出馬を表明。2014年4月の同市長選には政党推薦を受けずに臨み31,828票の得票で再選された。2018年4月参戦。ありがとうございます。